お願いします。文献紹介を始めます。今日の文献は Enriching Morphologically Poor Languages for Statistical Machine Translation ということで、ACL8 から、Morphologically Poor Language に情報を付加し、統計翻訳のために情報を付加するっていう風な文献です。で、概要ですけども、英語からギリシャ語みたいに、英語のようなそのギリシャ語と比べた時に、モーフォロジカリー、形態論が乏しい言語から豊富な言語へ統計翻訳をする際に、その言語側、英語側に、ギリシャ語で必要そうな言語的な情報っていうのを構文解析結果を元に簡単に付与します。で、そうすることで、英語からギリシャ語の翻訳で、ブルーとかではスコアは特に上がってないんですけども、この、着目したその動詞活用誤りっていうところで言うと、誤りが 19% から 5.4% へ誤り率が減少したっていう風なものです。で、初めになんですけども、統計翻訳っていうのは、基本的にその局所的な単語列の並び、エンドグラムの言語モデルとか、フレーズっていう単位っていうのを見て翻訳をします。で、ここで著者らが問題に挙げているのが、ギリシャ語とかみたいにチェコ語とかみたいにその核とかが複雑になってくると、そういうのをそのシンプルなものから英語からギリシャ語とかに翻訳するのは、難しいでしょうというふうに言ってます。で、例えば、英語の名詞とギリシャ語の名詞っていうのは、振る舞いが対応しないっていうのが、ギリシャ語の方ではその対応する動詞によって活用みたいなのが変わるみたいなんですけども、英語では単純にそのまま名詞が来るという感じだそうです。で、そこを、入力言語の前処理っていう風な位置づけで、入力言語側に情報を付加して、ファクタード翻訳モデルで、それを取り扱います。で、フレーズベース統計翻訳でのどういうものを、扱うかっていうと、何ですかね、そのギリシャ語みたいになると、名詞の語感は合ってても活用というか核関係が違うと流暢さがおかしいっていうことで、例えばその性とか核とか番号とか認証とかによっていろいろ変わります。で、それを、この統計翻訳の枠組みで2つを扱います。で、1つ目が、これ今までの話ですね。これは、1つ目はその対象言語の言語モデルで最もらしいものを担保するということです。で、今まではその、言語モデルで、コーパスを使うと、これがある程度満たされているというふうな感じです。で、2つ目は、1つの塊として、フレーズとして扱っているので、これも、同じような感じなんですけども、ある長さの範囲内ではうまくいってるっていうのが今までの話です。で、ちょっと例が、なかなか分かりにくいんですが、これ英語でギリシャ語ですね。で、対応を取った時に、この The President after reading the press review and the announcements left his office っていうのがある時に、このアナウンスメントが、主語なのか、何々をみたいな感じの核なのかっていうのをギリシャ語の方では、これは英語と、その核関係を表してるんですけども、ギリシャ語の方では、ちゃんとその活用で、表すようで、英語の方では、そのままなってます。で、これが、著者らの主張だと、言語モデル、例えば5グラムとかだと、この関係っていうのが、文を見ないとやっぱり決めにくいとか、あとフレーズでも決めにくいっていうふうに言ってます。で、関連研究です。で、じゃあ言語へ、情報を付与する研究っていうことなんですけども、例えば、スペイン語は、男性とか、女性とかいろいろその動詞に活用があります。で、そのために言語の方へ、品詞タグを付与して、改善を試みた研究っていうのがあります。で、後編集では、逆にその前じゃなくて翻訳し終わった後とその原言語の文法情報を用いて後編集により、そういうさっきの核の位置みたいなものを、整合性を取るっていうふうな研究があります。でこれとは別に、ファクタード翻訳モデルは、先のようなタグっていうのを、確率モデルにうまく落とし込んで、対応が取れるような翻訳モデルを作るっていうのがあります。で著者らは、これを元に、タグの工夫というか、そうですね、どんなタグを振るかみたいなところで、研究をしてます。で、手法です。今回著者らはいろいろその関係があるうちの、2つに焦点を当てています。で1つが、名詞の核の一致、さっきのその例みたいなものと、もう一つが、動詞の認証による、動詞が何か認証によって活用するそうです。でそれが、どこでしたかね。これがそのそういう核の不一致みたいな、誤り要因っていうのを翻訳における誤り要因っていうのを示したもので、この中で、エラーが多分多いような、こういう動詞の核関係みたいなものとかっていうのを、取り扱っています。で、ここからが、手法です。で、手法は単純で、ざっくり言うと、構文解析をし終わった後、著者らが定義したパターン、多分ルールベースで、核の関係っていうのを獲得してます。でただそのパターンを手で作ったって言ってるんですけども、どんなパターンを作ったかっていうのはちょっとよくは分かりません。で、なので基本的に多分構文解析の性能にかなり依存していると思います。で、なんで構文解析使うかっていうと、セマンティックロールラベリングを参考にして、振る舞いをこの構文解析から取るっていうふうに言ってます。で、そこで、取るときに、この例ですと、こういう感じで木があるんですけども、どれでしたかね。ちょっとすいません、忘れたのでちょっとどう取ったかっていうのを省略して、でそれでそのさっきのその名詞がプルーラルかどうかみたいなのを取るんですけども、でそれをそのまま何ですかね、全部その必要な情報っていうのを付与すると、そのファクターのモデルの時にかなりモデルがスパースになるので、それも多分ヒューリスティックだと思うんですけども、あまりその翻訳に影響しなさそうな核っていうのはタグ付けはしてません。で次が、動詞の認証に関する活用の解消です。でこれも構文解析結果から、動詞の主語を探します。でこれも、ヒューリスティックに、構文のパターンを作って、それにマッチするものを取ってきてる、再帰的に取ってきてるそうです。で例えばこれだと、アスペクツっていうのが、この、ウォーリーと結びついてるっていうのが、この関係代名詞とかあるので、それで分かって、でそれが、ぜひその三人称ですねっていうのが、これで、これとこれの関係っていうのが付与されます。で、代名詞はなんか一つの単語にしてるとかっていうのが、そのスパースさを防ぐためにいくつか工夫をしてます。で、次が、ファクタード翻訳モデルの概要です。これは以前も説明したんですけども、翻訳モデルがあるときに、この式のうち、ラムダが、チューニングに決定される重みで、H っていうのが組成関数です。で、ここで例えば、いろんな品種を、振ってやるとかっていうのがあります。で、ファクタードモデルは、対数線形モデルで、それぞれのその言語モデルとか、並び替えモデルとか、こういったラベルみたいなものっていうのを、変数として扱って、それぞれ、総合的に見て、どういうものがいいかというのを出力します。で、ここではその、一つの工夫として、デコード時のその経路のスパースさっていうのを避けるために、いろんな情報を足してないようなパスっていうのを追加しておいて、道語の問題っていうのを、軽減するっていう工夫をしてます。で、ここからが実験です。翻訳システムに、モーゼを使ってます。で、言語モデルは SRI、LM でチューニングを行ってます。コーパスは開発セットには、ユーロパールから、テストセットもユーロパール、全部ユーロパールですね。で、文の数が2000文と2000文と、トレーニングが44万文となります。で、結果なんですけども、まずは、これがブルーとニストで、評価を行ってます。で、ニストはブルーに、ちょっと似たような評価尺度で、大体 N グラムの一致をもとにとか、その文鳥のペナルティがあるとか一緒なんですけども、ちょっと違うのが、なんていうんですかね、特徴が、語順の正しさよりもその単語の訳が合ってるかどうか、語順よりもその1単語単語、2単語とかっていうのをブルーよりも重みづけて見てるものです。で、これは数値が高くなればなるほどいいような尺度です。で、これなんですけども、ベースラインと比べて、まず一つ、よく上がっているのが、その道語を解消しながら、かつ、道語をその減らすようなデコード時のそのパスの追加かつ、品詞というか、さっきのタグっていうのを足したものがよく翻訳できるようになってます。で、ブルーの方では、優位差はなかったようなんですけども、ニストの方では優位に良くなっているそうです。で、ここからがエラー分析なんですけども、先ほどのこの自動評価尺度だと、あまり差がないので、もう少し踏み込んで評価を行ってます。で、彼らがその対象にした核の、一致っていうのを一手で評価しています。で、こっちがその動詞に対するもので、こっちがナウンフレーズ、名詞句に対するもので、ベースラインと比べると、組成を足す。で、さらに、スパースさを防ぐためにデコード時の経路を足すってやっていくと、エラーは組成を足した時が一番よく、エラーが下がってて、こっちの名詞の方も同じです。で、逆にミッシング、その、消失するみたいなものは、別パスを足した方がやっぱりスパースさは減るので、とりあえず翻訳は出るっていうふうな感じです。で、じゃあその、動詞とか名詞が出力されるんですけども、エラーが、どの段階の処理で生じるかっていうものなんですけども、この表から、これをそれぞれ動詞、動詞句名詞句で、平均ですねあるんですけども、デコード時のエラーレートっていうのが圧倒的に高いです。でこれっていうのが、おそらくデータが足りてないから、そのうまく確率値を計算できなくて経路を選べてないっていうのが、考察になってます。で構文解析とか、その構文解析結果をもとに、そのタグ付けをするっていう時もエラーはあるんですけども、それに比べて圧倒的にデータ量が足りない問題の方が多いんじゃないかっていうふうな結論になってます。で最後にまとめです。英語からギリシャ語のような、モーフォロジカリーリッチな言語へ、言語の方に情報を付与して翻訳性能の向上を行いました。でここでは名詞とか、動詞っていうのを対象にして情報を付与して、ファクタードの翻訳モデルに組み込み翻訳性能の向上を行いました。で自動評価では、見えなかったんですけども、その名詞と動詞に限ってエラーレートを見たら、レートが下がってるっていうようなものです。でこれは、今英語を元にしてるんで英語から他のモーフォロジカリーリッチな言語に翻訳するとき、そのまま使えるんじゃないか、簡単な拡張っていう風なのが結論になってます。以上で終わります。